ネズエラが破綻に陥った理由は、大統領が市場を自身の理想に合致するように、いじったことから始まった。これと同じことを、デモゲームの世界では、至極普通には、行われる、バランス調整。何が悪いのか？そのゲームを運営しているのは私だ。私の自由にして何が悪い？昭和の頃、あるいは昭和天皇にしろ。結局はそういう話。それで、その場を自身の理想に合致するようにいじっていた経緯は、ある。そんな後。ちょっと、不意に嫌な想定。25年も続く、ウルティマオンラインという MMORPG は昭和から続くコンピューター RPG の、そして、ドラゴンクエスト、その元ネタでさえある、そんな作品の直系だが、ゆえに、何が悪い？私が作者だ。それを言われたとき、この界隈で反論できた奴はいるのか否か。そこ、破損の独裁が許され、そして世界、